茶柱が立った茶茶柱は日本茶を入れた際に混入された茶抜きの茎、番茶などに見られる。日本においてはこの茶柱が茶碗の中で縦に浮いた状態になることを茶柱が立つと呼び、吉祥としてもてはやす文化がある。茶柱が立った場合は人に知られないうちにこっそりと飲み込まないと幸運を呼び込むことができない。茶柱が立ったことを人に話すとその人に幸運が移る。 立った茶柱は着物の左袖に入れるなど複数のバリエーションが存在する。茶柱にまつわる俗心は駿河の茶商人が質が劣るために売れ残る二番茶を売りやすくするために吹調した茶柱が立つと縁起が良いという話が元になっていると言われる。茶柱が立つにはそもそもの前提として茶葉の中に茶の木の茎が混入していなくてはならない。そのため 茶葉の実を使った高級なものよりも番茶のような廉価品の方が茶柱は立ちやすいと言える。また茶を抽出する急須のストレーナーが荒いことも必要である。少なくともストレーナーの目が茎の太さよりも大きくなければならない。近年はそのような形状の急須が少なくなったため茶柱が立つことは稀になっている。茶柱が立つには 茶柱の一部に空気が残っている必要がある。急須にお湯を入れる直前の茶柱は乾燥しており、全体的に隙間が多い。しかし、急須内で茶を抽出する間に、茶柱の一部分にだけ湯が浸透し、そちらの側が重くなる。その結果、あたかも釣り具の浮きのように、空気が残っている方を上にして、茶柱が立つことになる。茶柱が立つのは、 縁起がいいという俗伸を利用して、他の日本茶と差別化を図るため、茶柱を意図的に立たせる日本茶も開発されている。手法としては、立って浮くように加工した茶柱を茶の粉末とともにカプセルに入れたものなどがある。ありがとうございます。